ブロッコリーのおかかマヨの材料の紹介です。ブロッコリーとそこに人参とそれからコーンも入れていきますので、とってもねカラフルに仕上がります。でおかかマヨなので味付けはこのマヨネーズとあとそれから鰹節入れていくんですが、まあ、ちょっと隠し味でお醤油も少しだけ入れていきます。葵の給食室では、ブロッコリーのおかかマヨの人参を切ります。人参は細切りにしていきましょう。まあ、ちょっとね太めで大丈夫なんですよ。あのブロッコリーが結構大きめなので、今細めって言った太めって言った自分で言ったこと忘れてた。ちょっと太めで大丈夫ですって言ってたかな今最近ね物忘れが激しいというか、ぼーっとしてることがね多くなって、何なんだろう、夏だから暑いからかな。なのでまあいつもよりはざっくりざっくりって感じで、まあ、今回はもう短めに切ってましたのでこの長さで使います。次ブロッコリーはこの下の部分だけ切り落としたら小房に分けます。で大人はですね、あここちょっと切ろうかな、長くなっちゃうんで。で大人の場合は多分こういう風にもう一つのブロックっていうのかな一つのねこの小房に分けていくと思うんですけど、これだとねだいぶ大きいのでまたさらにここから切り分けます。だいたいこんな感じかな、ちょっと動画だと分かりにくいのかもしれないんですけど、でだいたい今これ測るよね、だいたい3センチ幅くらいで、あのブロッコリーは柔らかくて子供でも食べやすいので、まあ、そんなに気にしなくても大丈夫です。ざっくり大きく切っても割とこう噛んで食べられますので、だいたいの目安としてはそれぐらいになります。でこの茎の部分、まあ、今回はそんなに量がないのであれなんですけど、このまま丸ごと使う場合はこの周りだけちょっと切り落とす形で四角く切ります。こんな感じでこの周りだけはねちょっと硬いんで食べれないんですけど、この真ん中の芯のとこだけこういう風に刻めばこれも一緒に食べられますので、ここもね使っていきましょう。ブロッコリーのおかかマヨへの根幹は水気を切りますのでザルの上に開けていきます。でもしあの今回はこの根幹使ってるので水切りだけで大丈夫なんですが、冷凍コーンとか使う場合はさっと茹でてください。まず人参を茹でますので、人参はお水から茹でていきます。で人参入れてから加熱をしていきましょう。人参は沸騰してから3分くらい経ったら引き上げていきましょう。ブロッコリーを茹でていきます。沸騰したお湯に入れて3分くらいを目安に茹でます。目安はこの茎の硬い部分がこうフォークがねスッと力入れずに刺さるぐらいまで茹でていきます。ブロッコリー3分経ちましたので火を止めてザルにあけます。でここからで最重要ポイントなんですけど、ブロッコリー、まあ、保育園でやるときは量がたくさんあるんで流水でバーッと冷ましてしまうんですけど、流水で冷ましちゃうとブロッコリーがどんどん水吸っちゃって水っぽくなっちゃうんですね。なのでザルに一旦開けて、ザルに一回こういう風に開けたらもうこのまま流水にさらさずに冷ます、このまま粗熱を取るっていう風にすると水っぽさがなくなるのでおすすめです。大量調理だとどうしても下の方がこれだと加熱されてってどんどんねあのこう形がなくなっちゃうんですよ、混ぜる時に。なので流水で冷ましたりするんですけど、ご家庭で量が少ない場合はこのまま粗熱を取るのがおすすめです。人参は茹でて流水にさらしてますのでしっかりと水気を絞ります。そしたら水気を切っておいた根幹とあと粗熱を取ったブロッコリーも全部合わせます。ここにお醤油、まあ、隠し味になるお醤油です。お醤油とあとマヨネーズですね、マヨネーズ入れていきます。とそれから鰹節振りかけていきましょう。鰹節はね結構多めに入れます。こういう鰹節とかあとごまとかツナ缶とかあとまあこの今日入ってるコーンとか入れるとお子様が結構ね野菜食べやすくなりますのでおすすめです。うん、カラフルでとっても美味しそうで、あまりこれ力入れてガッサリ混ぜちゃうとブロッコリーが結構ボロボロになっちゃうんですね。なので優しく合わせるようにしてください。
そしたらこれは冷蔵庫で冷やしてた方がより味が馴染んで美味しくなりますので、食べるまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。葵の給食室、給食給食嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んで、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。冷蔵庫でキンキンに冷やしましたいただきます。うん、醤油のこの隠し味がとっても効いてます。で、今回途中のポイントでお伝えしたようにブロッコリー流水にさらすと結構水っぽくなっちゃうんですね。まあ粗熱をそのまま流水にさらさずに取ったとしても若干水分が残ってるので、本当に完全に切りたいって方はキッチンペーパー引いてその上にブロッコリー乗せて、しっかりその水分がね取れるまでキッチンペーパーでこう水分を、ね、吸収させるとより味なじみが良くなります。で、今回鰹節入れたのもかなりポイントで、その全体的に味がなじみにくいんですよ、ブロッコリーって。なので鰹節入れることによって全体の味のまとまりが良くなるっていうのと、あと水分をねしっかりと吸収してくれますので、鰹節はかなりポイントになります。で、これにツナ缶入れていただいたりとか、あとごますりごま入れたりしてもね、とっても美味しくなりますので、いろんなアレンジをして楽しんでみてください。YouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップに登録すると、毎月保育園にお送りしている献立、葵の献立表の閲覧、限定生放送や食育講座への参加、未公開レシピ動画の閲覧など、他にもたくさんの特典をご用意しています。葵の献立表のサンプルやその使い方、メンバーシップの登録については、概要欄のリンクをタップしてください。皆さんのご参加、お待ちしております。生放送でもたくさん交流しましょう。